い、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリです。アイソムニウムファイルニルバーナイニシアチブ、続きやっていきたいと思います。イクヌメ神社のところからですね。思えばもう10時間ぐらいやってんですね、このゲームね。じゃあちょっと周りを見てみて、玉だけかな。ホラドリのこと、ショーマについて気になることは、じゃあホラドリのこと聞いてみますかね。ホラドリは以前怪しげな研究をしてたようね。今の研究も十分怪しげだけど、DNA を書き換えて不老不死にするとか。それ以上にいかがわしかったってことよ。噂では人体実験までしてたとか。人体実験？とにかくそんな噂が知れ渡って研究所は一旦閉鎖。今から9年前のことよ。その時ホラドリは当局の捜査から逃れるため一時的に行方をくらませたみたい。じゃあ今の研究所は？ほとぼりが冷めた後再建されたってことね。当然そうするには巨額の資金が必要だった。それを提供したのは千枝絆の父親よ。じゃあ千枝リーチって。千枝リーチは莫大な富を有する資産家よ。世界の長者番付リストに載っちゃうぐらいのレベルのね。その活動の幅は広く、いろんな肩書きを持ってるわ。投資家、特殊家、千枝財団創設者、大学の名誉教授、某国の親善大使、それからあとは社会福祉法人知恵高い愛応園の理事長っていうのも。愛応園？児童養護施設のことよ。今彼はそこにいるみたいね。はい、ではショーマについて気になることは。バッツ490の暗号が示していた地点はホラケンだった。ショーマは確かにそう言ってたわよね。うん。でもね、実際はホラケンじゃなかったみたいなのよ。考察サイトを複数調べてみたけど、どのサイトにもホラケンの名前なんて載ってなくて。じゃあ本当はどこだったの？それはわからない。だけど少なくともホラケンじゃないことだけは確かで。だとしたら翔馬くんの証言は嘘だったってことに。話を聞いてみなきゃ。翔馬くんはどこにいる？それが不明なのよね。スマホの電源を切ってるみたいで。でも探す手がかりはあるわ。ほら、父親のコムジがこんなことを言ってたでしょ。ええ、あいつもこの観覧車がごっつ好きでして、もうちょっとで中学生やっちゅうのに、約一人で乗りに来るんですわ。観覧車、ミセタンの屋上遊園地か。ひとまず目的地は決まったわけだけど。愛用園、ミセタンと、それからレムニスの3カ所ね。それともう1カ所寄っておきたいところがあるんだ。小金横丁のマーブル。ああ、あのスナックのママは情報や何か知ってるかもしれないと。そういうこと。それじゃあ早速。うん、行こう。さて、じゃあどっから行きますかね。上からっていうのもあるけど、マーブルに行っとくっていうのもありかな。マーブル行ってみますかね。
スナックマーブル2月13日水曜日。あれ、ゲンさん来てる。あ、他にも。あら、リュウキちゃん、いらっしゃい。久しぶりじゃないの。悪いけど、ママ、今日は客として来たわけじゃないんだ。事件について何か知ってることがあるんじゃないかと思って。それってもしかして HB 事件のこと？うん。マメちゃんとゲンさんが来てるけど。でも様子が変ね。二人とも黙ってそっぽを向いて。この二人がね、お互いに外側を向いてるって言うんですか。なんでだろう。じゃあまあいろいろ見ていきましょう。水晶玉。リュウキちゃん、バーカウンターの上でしたことってある？何を？頭にせがつくものよ。いや、僕はないかな。そう？私はあるけどな、接客したこと。態度悪い。ボトルの数数えてみたかな。特製靴下、二度付け禁止か。なんだそれ。怪しげな本、誰でもできる高齢術入門。誰でもできちゃまずいんじゃないの。ちょっと反対側、あ、まだなんかあった。ハンガーか。ゲンさん、ママ、ママアメ。リュウキちゃん、裸の男性同士が土の上で抱き合ってる動画、見る？何それ見たい。ただの相撲の動画だよ。あ、なるほど。あ、ここにも本が。そんなもんかな。じゃあどうしよう。誰から行きますかね。あまみちゃんあたりから行こうかな。ママさんは水晶玉、ママのこと、事件のこと。お相撲さんだ。じゃあ、あまめちゃんいきますかね。あ、お相撲さんだ。誰がお相撲さんよ。そういう反応か。怒ってる？何かあったの？ああ、全部反応なしじゃん。こりゃ、ゲンさんも一緒だな、きっと。あ、妖精さんだ。え？どこ、どこ？怒ってる？何かあったの？結局、二人は何もなし。じゃあママさん行きますか。水晶玉？それ水晶玉？私の
たまたまったんよ。たま…たま？あーって言ってもあっちのたまたまじゃないわよ。わかってる。副業でね、占いも始めたの。実は私、聞けるようになっちゃったみたいで。異次元の人の声。異次元？ええ、ある日突然ね。だから占いっていうよりも高齢術って言った方がいいかしら。どっちにしろうさんくさいわね。どうせママがそれっぽいふりをするだけなんでしょ。いいえ、大マジよ。何せ高齢中のことは何も覚えてないくらいだし。あ、だったら試しに HB 事件のことについて聞いてみる？実際に見れば信じられるかも。いや、いいよ。遠慮しないでいいのよ。無料にしてあげるから。ママのこと。ねえ、前から思ってたんだけど、ママって一体何者なの？やだ、どこにでもいる普通の BL 系の人よ。どうしよう、どっち行ったらいいかな。降霊してもらいましょうか。じゃあ、たまたまたんに聞いてみるわね。その呼び方やめてほしいんだけど。たまたまたん、たまたまたん、世界で一番美しいのは誰？それはもちろんママさんです。あらやだ、お世辞が上手ね。って聞いてること全然ちげえし。答えも完全に間違ってる。答えも間違ってる。今のはただの冗談よ。だろうね。おほん、それじゃ本気出していきまーす。たまたまたん、たまたまたん、ある事件の手がかりが欲しいの。犠牲者が次々と引き裂かれる HB 事件、その犯人を見つける鍵はどこにある？か、隠された素顔、誰にも見せない素顔に答えは隠されている。ん？私今なんか言った？さっきも言ったけど、高齢中のことは何も覚えてなくって。誰にも見せない素顔って。そうね、真っ先に思い当たるのはマスクに隠されたゲンさんの素顔か。あー、なるほど。だけどデリケートすぎて軽々しく確かめられるものじゃないし。そうよね、本当に事件に関係するのかも眉唾だし。というか、タマは投資はできないんですかね。投資しても素顔はなかなか難しいかな。あと他に思い当たることといえば、あ、フルエジン。え、それフルエにも当てはまるかも。でもフルエの顔は世間でもよく知られてると思うけど。ええ、隠されてるわけじゃないわよね。確かにフルエの顔写真はいろんなところに出回ってるわ。だけど彼本人が直接表に出てきたことはないのよね。一回も？一回も。シャイなわけじゃないよね。だったら顔写真だって出さないでしょ。極度のナルシストで、写真は全て自分から提供してたって聞いたこともあるし。ところでママ、あの二人一体どうしちゃったの？それがね、実はちょっとした意見の対立があって。意見の対立？そうじゃないでしょママ。要はケンちゃんがものすっごい常識知らずってこと。なんだって？それは君のことだろう。
あんなことを言い出すなんて知性を疑うレベルだよ。うわ、すごい喧嘩してますね。はあ、私からしたらケンちゃんの知性こそ疑わしいけどね。アメリカ縦断ハイパークイズで成田にすら行けないんじゃない？待って、つまり二人の間には何らかの主張の食い違いが起きてるってこと？そうそう。で、ニッチもサッチも行かなくなり、てやんでバロ、こうなったら第三者に白黒はっきりつけてもらおうじゃねえかってことになって。ママから意見を聞くためにこのマーブルにやってきたと、まあそういうわけです。だけどね、私が口を挟んだことで余計に話がこじれちゃって。そうだ、この際だから龍騎さんにも意見を聞いてみよう。そうだね、そうすればどっちが正しいかはっきりするはず。では問題です。え？ニューヨークの自由の女神がある島の名前は？え、これどうしたらいいの？リバティ島かな、わかんないけど。龍騎さんまでそんなこと。あ、違うんだ。正解はエリス島でした。え、ちょっとそんなバカなことあるはずがないでしょ。自由の女神は確かにリバティ島に。いえ、女神の所在地はエリス島で間違いないはずよ。っていうかリバティ島なんて島この世に存在しないし。え、そんなはず。龍騎さんもそう思いますよね。こんなの絶対何かが間違っている。ねえタマはどう思う？エリス島に決まってるじゃない、常識よ。なほら、ネットで検索してみたわ。これで一目瞭然でしょ。自由の女神があるのはエリス島。そんな。ゲンさん、信じられないことだけど、マメちゃんたちの言ってることの方が正しいみたいだ。ありえない、そんなこと。ほーらね。まあそんなわけで、自由の女神がどこにあるかで今まで揉めに揉めまくってたってわけよ。でもようやく結論が出たみたいに。わかった、ここまで言われたら間違ってたのは私なんだろうね。私の勘違いだった。あ、間違えた。ううん、分かってくれたならそれでいいよ。こういう勘違いってのは誰にだってあることだしね。さてと、私はそろそろ出勤時間だからもう行くね。私はもう少しここにいるよ。分かった、じゃあ3人ともまたね。ところでゲンさん、お店は？今日は臨時休業にしました。納得のいく食材が手に入らなかったもので。え、そんなことだよ。とても重要なことですよ。中途半端な料理を提供するのはお客さんに失礼ですからね。この後は港の倉庫街にでも行こうかと思ってます。海でも眺めながら新作料理の構想を練ろうかと。ママさんのシンク。え、こっちもシンクできんの？じゃあ先にシンクをやろうかな。ウィンクシンクちょっとやってみます。はあ、どうすればいいんだ。私は一体どうすれば。どういうこと？ゲンさんすごい悩んでない？マメちゃんのこと。甘めとは、それはそれは長い付き合いですから、
ああいった些細なことで喧嘩することもあります。もう家族みたいな間柄ですね。だから何かあった時にはどんな協力も惜しみません。何があっても彼女のことは守らなければと思っています。うん、港の倉庫街に。ええ、あの場所が好きなんです。ゆったりと海が眺められて、誰もいなくてとても癒されるんです。どういうわけか伊達さんもよく来られますしね。伊達さんのこと前にも言いましたが、伊達さんとは以前からとても仲良くさせてもらっています。伊達さん、この店に飲みに来る前にブラフマンにもよく立ち寄ってくれるんですよ。私は伊達さんのことをとても信頼しています。私のこの姿を初めて見たとき、全く怖がらなかったのは3人だけなんです。伊達さんと甘めと、あとはライアン。ライアン、ライアンとも知り合いなんだ。ええ、彼もブラフマンの常連なんです。以前伊達さんが来ている時にライアンもふらりとやってきて、二人とも意気投合してかなり盛り上がっていましたね。店を閉めた後は私も加わって三人で朝まで飲み明かしました。へえ、面白い組み合わせだね。三人でどんな話をするのか見当もつかないや。どうせエロ本の話とかでしょ。中学生かよ。エロ本の話とか。真下食堂に客を奪われません？そんなことは全く心配してませんよ。松下食堂の太田は料理の真髄をまるで分かってませんから。源さんのマスク姿について。伊達さんと甘めとライアンは別として、私のこの姿はほとんどの人を異様な気持ちにさせてしまいます。ですがこのマスクをかぶっていないとますます怖がらせることに。確か顔が先天的なもので。はい、見てみたいですか？え、私の素顔です。いや、無理はしなくていいよ。もちろん避けてるわけじゃないんだけど。実は確かめてみたいという思いがあった。そりゃそうだよね。それは無粋な好奇心からではなく、さっきのママの言葉が気になったからで。うん。顔、隠された素顔、誰にも見せない素顔に答えは隠されている。X レイ、あ、できるじゃない。頭蓋骨が歪んでる。これは。僕は源さんの骨格をはっきりと見た。だがそれ、そこに事件解決の答えが隠されているとは思えず。とにかくずっとここにいても仕方がないし。ああ、ママさんのウィンクシンクできなかった。そうね、次の場所へ。それじゃあ源さん、ママ、僕はそろそろ行くよ。わかりました、お気をつけて。たまには仕事抜きでも来てよね。ああ、やっぱりもう見れないですね、残念。じゃあちょっと移動だけしちゃおうかな。じゃああとは上から行きますか。愛応援。児童養護施設愛応援、2月13日水曜日。あれ、龍騎さん、なんでここに？
なんでって捜査の聞き込みだよ。みずきちゃんたちこそどうして。キズナッチ、時々ここで子供たちの遊び相手になってあげてるんだよ。子供が好きなんだよね、キズナッチは。はい、子供たちと一緒にいると心が安らいで、おまけに元気までもらえるのですよ。今日は私もその付き添いで来たってわけ。なるほど、みずきちゃんなら子供と同じレベルで遊んであげられるもんね。これ怒られそう。今悪口言われた気がするんだけど、ぶっ飛ばしていい？お姉様はここの子供たちに大人気なんですよ。以前伊達氏と一緒にいらした時もみんなと楽しく遊んでくださいました。さて、いろいろあるけれども、こっから先は次回にしようかな。ちなみに伊達さんとかみずきちゃんお姉さまと元気づける学校は何を見てるの？なるほどね。はい。ということで、源さんの素顔は分からなかったけど、素の骨格は分かりましたね。やっぱりなかなか見るのは難しいんじゃないかなって感じですね。はい。ということで、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。